リファイトクラブのガイです。まあとはいってもね、こんないつもの格好でリファイトクラブですって言ってもなかなかね、格闘技の一億を担う一員だとはね、なかなかわからないと思います。やっぱイメージって大事ですよね。後ろになんか筋トレグッズが揃っているとか、なんかこのトレーニングウェアで写ってるとかね、ボクシングのグローブやバンテージをしている状態でこうやってね、リファイトっていうふうにスタートするのがすごくイメージって大事だと思います。まあでもね、今回はちょっと深夜ってこともありますので、 あのリファイトクラブのね、えー、1年を振り返ってっていうことと、まあ、これからこのリファイトクラブをね、えー、どのように見守っていくかっていうことをちょっとお話したいと思います、えー、ご存知の方もいると思いますけどもこのリファイトクラブっていうのは全く格闘技の経験のない50歳しかも五十肩で苦しんでいる私がですね実際に1年以内にプロのリングに立つことができるのか公式のファイトができるのかどうかっていうところに一つの大きなね ポイントがあったと思いますもちろんリファイトクラブ全体を見た時には様々な取り組みがあって私個人の練習生,練習生としての,あの目標っていうのは試合に出たいっていうねそんなことだったと思うんですけども、まあ、まさかね10月1日にあの試合がね本当に実現するとはなと、うん、本当に求めてはいたんだけども実際にリングに上がって今ね私の人生としてはあの仮にもねファイナルという <laughs> そんな場所でね、うん、多くの人に注目されてそして私の直接の視聴者さんや知り合いの方も十数名以上が会場に足を運んでくださってチケット1枚500060007000ぐらいでするね高いのを買っていただいて集まってくださったっていうのは喜びですねまさに私の人生の、まあ、一つのねやり残してこれ死んでも死にきれないよってことが一個実現したかなと思います で、繰り返しますけども特徴は全くの未経験の私がですねリリモートレッスンンだけででグに立ったったてことなんですよすごいでしょこれってリファイトクラブにはその力があるってことなんですよこれはね何回も何回もこれからも訴えかけていきたいと思いますリモートで実際にグローブをはめたこともないバンテージの巻き方を教わったことがないでリモートでレッスンをしながら一発もミットを打たせてもらったことがないし当然ですけども スパーリングをしたこともないような私でも試合に出ることができたってことなんですよ。でこれはね別にキックボクシングのハードルが下がったわけではなくてリファイドクラブのの指導の賜物だと思います当然スタミナもグッとつきましたよ。シャドーボクシング2分間やっても息が切れないようになりました。もちろん課題はたくさんありますけどもとにもかくにも1年前の今日の時点1月1日の時点で私はキックボクシングの気の字も知らなかった人間ですよ。 でそれをね、1月の中頃からだったかちょっと忘れましたけどもあのオンラインジムっていうのをやってみたらっていう風なアドバイスと生徒さんが誰もいなかったらやばいんで俺が第1号目の生徒になるよっていうこととついだから俺の夢も叶えるかっていうことでね始まったもんなんですけども本当にすごいいい指導を暴君はしてくれましたで私もね格闘技未だによくわかんない世界ではあります私のの格闘技の経験とというと ロッキーーを全シリーズ見たってこととねクリードを劇場に行って見たってこととあとは初めの一歩を昨年から読み始めたところぐらいなんですよそんな私でもですよ20年以上運動らしい運動をしてこなかったさらに私は今ねこのデスクに座って毎日 IT ワークをしてるわけですから体ななんて動かさないですよそんな私が50を過ぎて1年以内にリングに立つことができただから 50代のね男性に私はね強く訴えかけたいあなたでもできるということです、ね、それを私のメッセージとしてこの2024年が明けてですね今年また新しく私自身にもいろんなステージが出てきます格闘技ばかりをやっているわけにもいきませんしでも格闘技に感謝して恩返ししたいところもあるその一番の恩返しのできる ことがあるとしたらリファイトクラブの生徒さんをもっと増やしていきたいなってことですよねで、このオンラインジムってのが世界で初めてね成功したっていう例をちょっと作っていきたいかなと思います、えー、もちろん当事者たるボ君には人生をかけた取り組みになると思いますんで、えー、もっともっとね私がリングに上がる努力以上の努力をしなければならないところもあると思いますけども、えー、仮にもね IT のプロフェッショナルである私がついてますんでこのオンラインジムっていうものがね一つのコンテンツとして多くの人をリングに上げるのに役立つと思いますしそこまでいかなくても日々の運動不足や将来的な健康の不安に対して大切なね肉体資産を作るためにこのリファイトクラブが多くの人の手元にねスマホに届いていくことになると思います。で結果君が 僕自身が愛するキックボクシングに多分恩返しもできると思うわけなんですよ。でこれからね私たちいろんな不安と戦っていかなくちゃならないときに「俺はこれをやったぞ!」っていう明確なものが私はリングに上がったってことだと思いますし多くの方にはリングに上がらずともね何かをやり遂げたってことがリファイトクラブの中でつかめるんじゃないかなと思います。まあでも本当にね あのすごいことだと思いますようん、ズブの素人から始めた私がね実際にリングに立てるっていうのは、うん、なかなかないと思いますこれはねあのリファイトクラブの他には真似できない一つの結果だと思いますのでこれからも強く打ち出していきたいなと思いますねこれ私の自慢じゃないですよあなたでもできるってことなんですよね、私がやったでしょね、毎週毎週トレーニングの動画アップされてたでしょ私の方も自主トレの 風景を出ししてきたでしょ最初はなよなよだったあのステップもきっちりとしたシャドーボクシングになってると思うんですよ。今では私は自分のスタイルにかなり自信を持ってます。ただし私ももうねこれから2年目とかに入っちゃうんですよ。もう初心者からみたいな枕言葉もつきませんのでこれから始める人に対して短さってのはなかなかないんじゃないかなと思いますよね。はい、ということで。 一つの役割が終わったかなっていうところもありますし、これからね、リファイトクラブとどのように付き合っていくかってことは、また僕んと話し合っていきたいかなっていうところです。はい。じゃあ改めましてですけども、格闘技に興味のある40代、50代の男性、ぜひリファイトクラブの門を叩いてみてください。思ったよりもね、すごくいいですよ。それでは、お疲れ様です。